初見です。いつも切り抜き見るなどで見るので気になってきました。ありがとうございます。絶対あのアイコン的にイケボ。なんかさ、あのアイコンってさ、その人を表すよね。わかる？この気持ち。なんか、あ、イケボなんだろうなっていう人はさ、イケボっぽいアイコンしてない？わかる？これ。これはこの気持ちわかるかな？あ、この人めっちゃいい人なんやろうなって思う人、大体は動物のアイコンになってたりする。わかるかな？これ。可愛い系の人なのかなっていう人は、なんか大体ぬいぐるみとかになってたりする。うん、結構ね、なんか性格出るよね、アイコンって。うん、そうそうそう。 あとあのオタクはラーメンが多い。マジで偏見。これに関してはガチで偏見。うん、あのオタクがするアイコン、推しかラーメン。うん、でもラーメンのアイコンの人いるんよな。学校のグループとかで、あ、オタクだなっていう子はラーメンのアイコンだったから。なんか それで多分偏見になってるだけだわ。うん、祭りはね、 LINE のアイコン一時期星川さらだったんだけど、今は自撮りですね。あの自撮りをアイコンにする系女子。なんかダイエットを始めて見た目を気にするようになって、太っちゃダメだなっていうので、見せしめとして自撮りをアイコンにしてる。うん、自分の顔をね。え、でもツイッターとかもそうだからね。ツイッターとかも、あ、これ今はあの自分の顔っていうか船長が描いてくれた似顔絵みたいな感じですけども、はい、うん、3000回愛してるぞー。